今回アマゾンで見つけたトレッキングパンツを紹介します。ここがフックです。あまり登山パンツにはない仕様で、フックでちょっとこの辺のシワが気になる。使用している素材はかなり薄くてストレッチ性も十分です。突っ張りもそんなになくて立体裁断、ウエスト周りのシルエットがちょっと気になる程度。伸縮性のゴム付きです。細いけどベルトループ付き。フロントのポケットにもジッパー。深さはこれぐらいです。そこそこ深い。裏地がメッシュで、お尻にもメッシュポケット。深さはこれぐらいです。で、反対はなしで、こちらにもメッシュポケット。ドライテックのロゴ付きです。身長170で体重が60キロで、ちょうどいいぐらいのサイズです。ストレッチも十分です。ちょっとここが太いかなっていう感じはしなくもない。 Amazon で見つけた低価格トレッキングパンツを紹介しました。よく伸びます。